HSSTIG 高速交通100系トランスラピット常電動リニアとは超電動リニアに対してそれに類似した磁気浮上式鉄道ワリニアモーターカーだが超電動磁石ではなく超電動でない電磁石を利用しているものという意味で特に定義などなく便宜的に使われている表現でありそのような分類は存在しない 超電導リニアの超電導電磁石による誘導反発式磁気浮上とは異なり、一般的な電磁石による吸引力で浮上するため、強力な超電導電磁石によって大きな浮上光を得られる超電導リニアと比べ、軌道との間隔が短く、一般に浮上光は 1cm 程度である。リニアモーターによる推進については、他のリニアモーターカーと基本的に同様である。 日本の HSST が1970年代にロケットブースターを取り付け加速を補助して行った速度試験やトランスラピットの実験船及び上海リニアで実際に運行されたように超高速度の乗り物としての利用も不可能ではないが大きくない不条項での高速走行には軌道を高精度に維持する必要があることなどもあり最高速度を時速 100km 程度として 理にものように、新交通システムとして開業する例が多くなっている。超電導を利用しない、磁気浮上式鉄道については、磁気浮上式鉄道の記事の内超電導を利用しない、ものについての記述を参照のこと。超電導を利用しない、リニアモーターカーについては、リニアモーターカーの記事の内超電導を利用しない、ものについての記述を参照のこと。ありがとうございます。